どんどこラジオ、イエーイ。というわけで、どんどこラジオ第8回やっていきたいと思います。今回のテーマはですね、もしも私たちが動物だったらということでですね、進めていきたいと思います。どんどこチャンネル、もし自分が動物だったらどんな動物になりたいのか考えてください。じゃあ、けどどういう動物になりたいか、性格とか関係なくってこと？え、性格とか関係ないんだったら、リス。リス。うちリスになりたい。そうだね。リスだね。リスになりたい。リスになってさ、なんか木の実とかさ、まずチャビ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 食べて。それをさ、人間でやってると気持ち悪くなっちゃうじゃん。けどリスだとさ。かわいい、ね、前歯がさ出てるからさ、ちょびちょび、口の中ちょっとちっちゃいじゃん。そうだね、さ、ちょびちょびしか食べれないじゃん。うん、でここがでかくなってくるじゃん。どん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 でかくなってくる。ふくって、いいよね、あの状態でご飯食べてるのが好き、だからああいう食べ方を、人間の状態では絶対嫌だけど、嫌だね。リスになったらできるから、ちょっとそういうのやって、あとは、いたずら、いたずらね。いたずらをちょっと、やっぱリスってさ、ディズニーのキャラクターのさ、チップとデール、いるね、出てきちゃうから、うん、であの人たち2人ともさ、いたずら大好きじゃん。いたずら大好きだね。ああいう感じで、もう一人一緒にリスになる人を見つけていたずらしようかなって。見つけるんだ、もう一人相方が欲しいね。そう、相方と相方と一緒に一人の人をそう、一人だけ見つけて、それを標的にして、その人にいたずらする。でリスだから、ちょこまかできるじゃん。そうだね、あんまバレなさそうじゃん。そうだね、バレないで完遂できたら成功みたいなことをやってみたい。そうだね、自分の意思がだけどね。俺はスズメ。やっぱ鳥系だったら何でもいいんだけど、やっぱ空飛びたいじゃん。まあね、夢だよね。そうそう、結構みんな思う、雲の上に行って景色見たいなって。あ、綺麗そう。うん、すごい綺麗だよね、ああいうのって、ああいうの見たりとか、あと俺はハワイで飛びたい。ハワイ、ハワイ進めるかな。まあ、その時はトンビになる。トンビになる、その時は。その時はトンビになる。トンビになって、ね、あの人の食べ物食べちゃう。それはしない。トンビってさ、人の食べ物食べるじゃん。さ。でもそれだったら買うよね。はい。はい、ではですね、今度は逆に自分の性格を考えた上で、はい、もし動物だったらどんな動物だと思いますか？俺は猫。おお、猫ね。やっぱ猫って気ままだから、やっぱ俺はそういうところがある。まあ確かにそうかも。うん、気ままだし、だからやっぱりだから好きになるものとか全部、あの中途半端に押して、でそれを広くやるっていう感じだから、浅く広くね、それをやるタイプだから、やっぱり猫にそれも似てるのかなって。興味があるものにはさ、どっかかでなんかゴロゴロするやんけ。あ、確かに、そう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 、プイってしちゃうもんね。そうそうそう、ちゃんと飼われてる猫の野良じゃなくて、飼われてる猫だと思う。あ、なそう。ゆずは？え、うち2つ出していい？2ついいよ。怠け者と猫。え、猫の方は、コールと一緒で、やっぱり興味あるものと興味ないものの差がすっごい激しい。ほんと激しい。確かに。のと、あの基本的に猫って自由気ままじゃん。そうだね、っていうのが代名詞的についてるけど、うちも多分、みんながうちがこういう風に言ったら
うんっていう言葉があると思うんだけど、自由気ままだ、違った、そうだね、自由気ままで生きてなきゃ死んじゃうぞみたいなことを確かに言ったら、うん、多分うちのことを知ってる友達は、うん、何人かがうなずいてくれるんだ、くれると思う、うん、ほどに自分でも自覚してるけど、うん、自由で、うん、気ままそうだね、なのに怠けてるから、うん、基本的にもうダラダラだね、そうそうそう、自由気ままに動きながら、うん、ダラダラして、うん、もう怠け者のように、うん、怠け者は木から動かないじゃん、そうだね、うちは部屋から動く、ね、部屋から動くやっぱ家にいたいんだね、家に、あ、そうだね、部屋から動かないかで、行動力的には猫もあるから、うん、そうだね、部屋から動かないときは動かない、すっごい動くときは動く、うん、猫かのように速い、なるほどね、獣物と猫かなみたいな、すごい組み合わせだね、ダラダラよ、ほんとやばいね、でも俺もう一個あるとしたらウーパールーパーでさ、うん、俺猫舌猫なんだけどさ熱いもの嫌いで、うん、で熱いもの触れると死んじゃうっていう、だから感じちゃう、なんかあるね、そういう手の体温だけで火傷しちゃう、うん、みたいな、そういう体質があるウーパールーパーに似てるなって自分では、うん、熱いのが似てるっていうのがそうけど猫とウーパールーパーの方がさ、うん、ちょっとかけ離れるじゃない、そうだねでも猫舌熱いイコールあーやそれを食べて猫をそうウーパールーパー舌とか、 なんか熱いの苦手なところでつながってるかもしれない、うん、無理やりつなげたでは、最後にですね、はい、もし、相手を動物に例えるとしてちょっと悪意を持った動物にかちょっと変えてください、じゃあまず動物だけやってみようか、動物だけ、うちの動物は何、ペンギン、ペンギン、うちはカールはビーバー、ビーバーはもう悪意しかないだろ、悪意ちょっとだけじゃないんだよ、悪意やねん、歯だけやんけ、違う、いやいやいや、ビーバーってさちょっと調べてみるけどさ、なんかさ可愛くないあの子、まあね、うん、ビーバー、ビーバー、ビーバー何回聞いても面白いな、ほら絶対悪意あるってお前、あ、でも前歯がでかいからさ、俺、うん、可愛いじゃんふわふわしとるな、そうそうそう、え、なんかふわふわしてる、あー、そうしてない、フォローしてるってやっぱね、うん、うちが言えたもんじゃないだろうけど、うん、ふわふわしてるからで、ふわふわ、自分でも言ってるけど、うん、前歯、まあ、うちも本当にうちも出てるからビバなのかもしれないけど、出てるっていうよりか俺前歯がでかいだけ出てるはないんだよ、だからビバだな、悪意はないよ、悪意はない、悪意あるだろお前前の話、前歯の話してる時点で悪意あるんだよ、いいけどビバ可愛いよ、うん、可愛いね、ヌンベでずっとさこう何固まってんじゃん、基本的に、そうだね、ああいうなんかゆったりした感じね、自分のリズム、自分のマイペース、そう、自分の空気を持ってるのが、あ、フィールドがあるんだね、うん、ありそうあるあれでしょビーバーだよ、うん、ビーバーだね、うん、そういうところも含めて、うん、そうね、悪意もいいところもひっくるめてビーバーに似てるなみたいな、なるほど、リズはもう 丸ごとペンギンでそう、やっぱ前髪上げてるからさ、うん、丸いじゃん、まあね、もともと顔丸い顔だから、そうだね、だからペンギンに余計見えるしやっぱりこれがね違うんだよ、だからここね、うん、これ痛いって言ってたもんね痛いんだよすぐそうね、ずーっと下拍子やってると、うん、でパンパンになっちゃうからでもみもみしてても、うん、そのさ次の太鼓、うん、打つよみたいなさ時にさ、うん、もみもみしてたらさ、うん、バチを持ってないわけじゃん、まあ、挟んどけばいいんだろうけど、うん、
あんまり嫌じゃん、そうね、脇に挟む。だからもうあのこれでね重力に任せて、ね、任せて重力によってあのちょっと、ね、頑張る、動いてみたいな、固まんないでみたいなことを思いながら、うん、バタバタしてたら、うん、いつの間にかこれになってたのね、ペンギンになってて。ペンギンだし、喋り方とかがピョコピョコしとる、ピョコ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 してるよ、てかパチポチポチしてる、ポチポチポチペチペチしてる、そうしてるのかな、ちょっと硬いみたいな、硬い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 、ペンギンってさ、なんかこうやん、まあね、動きが硬いけど、まあ、丸くて可愛い。はい。はい、ということで。はい。最悪だよ、これ。まあ、いいか、はい。もうちょっとこう、悪口言い合ってほしかったんですけど。結果が、結果が増えちゃう。ということで、今回終わりにしましょうか。ありがとうございました。この番組は、どんどこチャンネルにてちょっと休憩の動画です。和太鼓、ゴリラ、ゴリラ、ゴリラと目がゴリラになってしまった方にメンバーの気軽なトークをお楽しみください。バイバーイ。バイバーイ。